前回の続きでございますの時間がやってきました。ちゃんと解いてるのかな。状況的にはですね、こんな感じでね、まあいい感じなんだけど、やっぱりね、ここはね、強いんじゃないかな。もうちょっとでね、朝敵が使えるようになりますね。まあ、見込みはあるんじゃないですか、クリアできる。今ね、こっちの方に攻め、陣地を広げていこうかなと思っていますね。動かないね。承知しました。制圧しました。町並みを制圧しました。承知しました。変な感じだな、ここは。まあいいや、好きにやってくれ。やべえな。やべえな。建築完了。取りかかれ。次の作業に移れ。町並みの制圧が完了。あれに続け。布陣を変更せよ。
ちょっと多めにやっとこうかなと思ってね。なんか来てるね。じゃあもうね、ここはちょっと置いといて、小高からね行きましょう。関東に、関東事変の始まりでございます。この辺もいらないね。かしこまりました。かしこまる。こう開発やってるの、黒川。黒川。進め。資源を確保しました。Thank you.
行きます。誰が変わったのかな。本堂さんどこにいるのかな。本堂さんどこにいるのかな。わかんないな。いいのかな。あ、ここか、本堂さん。敵部隊隊列を確保しました。進め。目標、変更せよ。町並みの制圧が完了。よいしょ。はい。はい。かしこまった。もうなんで勝手に動いちゃうんだろうね。うん、操作しにくいね。承知しました。柴田、ロッカーつながってんね。なんでだよ。どこがつながってんの。なんでの、なんでだろう。なんで今頃こうなってんのかね。人
れが足りない。まあいいや。なんでだよ、ムカつくな。どこだ？君か。かしこまりました。開発してないね。こっちの方がいいかな。陣を変えよ。ご飯が、9月になるからいいや。9月になってご飯がもらえる。また包囲網かな。教会が建てれるようになるのかな。誰が変わったんだ？誰がどこで変わったんだ？こっちかな？二階堂さんどこにいるのかな？二階堂さんどこにいる？こっちにはいないみたいだね。さんどこにいるのかな。こっちかな。あ、こっちか。二階堂さんどこにいるんだろう。ここにはいないよ。どこにいるのかな。
死んじゃったのかな、二階堂さん。このマップを見るとね、たまにわかるんだけどね、ここかな、二階堂さんも死んじゃったのかもしれないね、もしかしたら。前進。町並みの制圧が完了。作業を開始せよ。作業始め。資源の確保が完了。兵力をね、常に運ばないとね、末端から、街道から持ってこないと。これ、歩兵担当者だな。歩兵担当者はね、歩兵担当者しかいないのか、どこもかしこも。小部屋がいるんだけどな。ここはね、できればね、人をね、小部屋さんを自分で雇ってもらう。コピアさんをね、できれば雇ってもらいたいね。ダメか。黒川。じゃあ一人北海道に運び屋さんとして行ってもらいますか。
強くないやつがね、いいんだよね。この辺でいいやか。お前は北海道運び担当。ああ、君はダメだ。これ B だからね、ちょっと強いやつなんだけど、まあいいや。君に北海道運び担当でございます。おお、あ、もうできてんのか。あ、できてないよ、まだ。青森まで運んでもらおう。なんだよこれは。ああ、そっか、いいんだそれは。ちょっとね、まだね、開発はねしたくないんで。宇治家周辺のね、未開発のところがあるんで。宇治家って読むんじゃないの。確か東北本線のね、宇都宮と黒磯の間にね、この駅名があったような気がします。半分だけ持ってきましょう。二股になってるんですよ、ここは。お任せください。宇都宮をいただきましょうかね。ああ、これできるな。あと一個でね、朝敵ができるね。いや、でもここでやりたくないな。では宇都宮をいただきます。もうね、大丈夫なんじゃないかな。相当強くなってますからね。
宇都宮。逃がしてあげよう。あるね、めんどくさいな。宇都宮をまとめて開発。栃木下野だっけ、下野ですね。どうしよっかな。もうね、逃がしちゃってもね大丈夫のような気がするんだよね。逃がすとね、名声がもらえるんですよ。もうちょっとね、余裕
余裕なんじゃないのかなみたいな雰囲気がねあります。承知しました。いやまだまだかもしんないけどね、勘だね勘。まあどっちかっていうと心配性な方なんでね。あ、でも仲間にできるやつがたまにいるからな。試してから解放してあげてもよかったかもしれない。研究は研究これだな。なんかね、病気で死ぬやつが多いからね、もうこれいらない。2期作あるからね、これいらないんだね。あ、でもね、これも欲しいんだよな。お金はいっぱいあるけどね、なんか病気で死ぬやつがたまに多いからね。教会もね、最近建てれるようになったからね、多めに建てたいんですよね。でもこれもいるし、これもいるからな。教会多め。これいらねえや。勝手に動いちゃうんだよ。もう。おかしくなった。なんでだよ。承知。かしこまった。
そしたらね、とりあえずこっちはもうほっといて、二股のところに戻りましょう。1234どうしようかな次は。時間が来ちゃいました。そしたら今回はこれ終了でございます。終了。